部屋からこの匂いしたらこれいいですか？お、マジですか？ありがとうございます。今使ってるシャンプーが、ノーチっていうシャンプーなんですけど、ライバルタンにかけます。シューッといいですか？ライバルタンにシューッとかけます。これでやっていくと。はい、こんにちは、札幌占い美容師裁判官の後藤です。今日も、モデルさんの方を担当させていただきます。今日は、ちょっと癖が、さっき少し話を聞いたんですけど、癖毛が気になるということで、そのぐらいしか聞いてないんですけれども、矯正をかけ2年か3年に1回かけてるんですかね。はい。で、結構前髪が気になるんでしたっけ？右側。右側。あ、なるほど。クリンとなっちゃう。で、結構癖がわっと広がってしまって、普段はアイロンをかけてるということですね。はい、中向き。はい、ということで、下の長さはどうするんですか？この長さは、はい、あ、枝毛とか、はい、はい、先をじゃあちょっとその枝毛を切って形はじゃああんまり変えなくてもはい、わかりました。そういう感じでやらせていただきます。さっきなんか前髪を言ってましたよね。あれは前髪を逆にしたい。本当はここでこう開けたいんですけど、はい、はい、ちょっと絶望的に似合わなくて開けたいんだけど似合わない。そっか。でもあれだね、とりあえず矯正みたいなくある程度落ち着かしたら逆に分けることもできますよね。できますかね。あとカットラインの問題でこっちもできてこっちもできるみたいな風に切れば、ダブルバングじゃないか、リバーシブルみたいな感じにすればいいかもしれない。それすごい。こっちの時と、まあ、とりあえず保険としてこっちの方で、あ、こっちか、今の状態と、あと反対にする時はなんか雰囲気変えたいなっていう時は反対側でちょっとこうちょっと斜めの前髪にするみたいな感じにしたらいいかもしれないかなです。そして全体につなげていきますね。まあ、簡単なカットなんですけど、先ほど切ったラインで、イヤーとイヤーから後ろの方をつなげたライン、ベースはここはちょっと残しておきます。で、まっすぐ引っ張って、でこう出たところをちょっと切ります。先ほど作ったラインに合わせてカットしていきますね。はい。なんでちょっとこう出たところをで、バックセクションもイヤートゥーからイヤートゥー結んだラインをあまり切らないようにしてて、ここをあんまり切らないようにしてます。で、先ほどのここを繋がってないんですよ、かなり。なのでちょっとここを切っていきます。はい。上がまあこのまっすぐですね。まっすぐのライン、水平のラインにこの上がなるような感じにして、意識はこのつむじを意識しております。そうしないと左右の長さが変わってしまうので、バックの方決まったら今度先ほどのラインとつなげていきます。はい。取るのはこの襟足は別として先ほどのラインにつなげていきます。でここは水平ですね。水平のラインで、はい、このようにマネサーを沸かせながらつなげていきます。ごめんなさいね、結構動かしてますけどね。ふーさんのハニーハント並みにちょっと乗ったことあります？ないですか？どっちでしたっけ？ディズニーランド、ディズニーシー。あ、シーは行ったんですよ。何年か前に。その時多分乗ってんだと思いますね。あんまりあれ乗んない人いないかもしれない。なんかトイストーリーって、はい、なんていうの？それの近くかな。どうなの？なんか変な乗り物ないですか？こうなんかいきなり狂って回ったり前進んだり後ろ進んだりするじゃないですか。ふーさんのやつ。あ、もうない。わかんない。ちょっと古い情報かもしれない。ちょっと恥ずかしい。もしそうだとしたら。もしそうだとしたらマジやべえ。怖すぎて、はい、記憶がちょっと飛んでるから、それはちょっと飛んじゃったかもしれないでしたらね。ふーさんの記憶がもうちょっと危ういなんか見えないんですけど、結構危険ですね。間違った情報で、前側でちょっと 50m ですね。で、前側でちょっと一回合わせた方がいいですね。で、サイドの毛を全部取って、はい、前側で一回ガイドじゃないや、切り返しを作ります。ここで、イヤー2から前の毛を全部持ってきて、はい、でこの時に真ん中をちゃんとイメージしていかないとですね、中心をイメージした状態で、切っていかないと。山中はちょっと前上がりの方が似合いそうなんで、ちょっとこう柔らかい感じのスタイルをちょっと作ってます。でこれでガイドが作れたんで、あとはちょっと枝毛をカットしたいなと思うんですけど、結構やっぱ比較に厚いですね、はい、右側がね、すごいです。ちょっとそういうのも一回直したいですね。まあダイバルタンで、ちょっと今ある程度やって、多分後でもう一回やんないとダメそうなんで、ちょっとある程度今やって、今かなりちょっとドライの状態に引っかかるので、後でトリートメントつけた状態でやった方が作業効率上がりそうなんで、そうします。ちょっと顔周りだけやって後でやります。アイロンをちょっと入れて、カットラインハサミで切ったところをちょっとアイロンを入れていく感じです。そうしないとちょっとつながりがなんか悪くなる気がして、自分的にちょっとハサミを入れたところをアイロン入れていくようなイメージですね。はい、これで終わりました。そしたらもうあとシャンプー台の方で二液処理をしていきます。その二液処理は急いでいてもしっかりやっていかないとダメな工程なので、もうほとんど二液に髪の毛を全部つけるようなイメージで僕はやっていってます。はい、今ですね、二液タイムなんですけど、ここに今溜まってるのが二液です。このぐらい溜めてます。でさらに溜めてるやつをこう循環させながら全体に行き渡るようにしてます。で今これから、シャンプーを使うんですが、シャンプーしながらちょっとなじましていきます。はい、いきます。これ匂いどうですか？オレンジでもちょっとなんか大人っぽい感じの、ただあれですね、大人っぽい柑橘系みたいな感じかな。部屋からこの匂いがする。お、マジですか？ありがとうございます今使ってるシャンプーが、ノーチっていうシャンプーなんですけど、めちゃめちゃいいと思います。泡立ちがすっごいまず柔らかいので、はい、界面活性剤が優しい界面活性剤なのに量が少ないんですね。通常ですね、界面活性剤の量っていうのが優しいシャンプーって泡立ちが悪いんで、結構量がですねなんていうのかな、多く入ってたりするんですよ。だから結構その石油系のシャンプーだと界面活性剤少なくても泡が立つので、結構量が少なかったりとかして、そうなるとじゃあ何のシャンプーがいいのって話になってきたんですね。そこでこのノーチのシャンプーっていうのはより優しい界面活性剤、そしてきしまない状態を作ってあげて、結構キシキシしてしまうシャンプーとかもあると思うんですけど、そういう感じもなるべくしないで、良い界面活性剤を使い、さらに、ちょっと北海道産ということにこだわって、界面活性剤の量も少なくしてですね、なるべくこう肌とか体に優しいものっていうのを、作っております。でお水もですね、北海道の黒松内っていうところのお水を使っててですね、非常に優しい仕上がりになってます。気になる方は農地、まだちょっとねこれからなんで、直接ご連絡いただいたりすれば大丈夫です。ではちょっとこれでちょっと優しく洗っていってっていう感じになります。なんかおしゃれですね。そのまま飲んだら現役ですからね。あれですね、紅茶といい匂いです。そういえば出すの忘れてた。いいですか？ああ、よかったです。ありがとうございます。マンゴー大丈夫なんですね。いいです。はい、結構合いますよね、紅茶。紅茶とどうですかね、結構。ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそ。出てきました。数字が2個あるからこうなるんですかね。いやーね、紙質あるかもしれないですね。なんかこう静電気起きやすくてくっつきやすいんだと思う、肌に。なんか人的とかにすごい。あ、なりそう。なりたい。嫌です。もう下に気合い。これ結構出ないと思う。あ、でも出てきた。あ、でもだいぶ。うん、ちょっとこの上のところをちょっと切ったんです。ここね、多分出てくるからね、切った方がいいかもしれない。ちょっと待って。なんかあんまり出てこなそうなんですか。なんかすごい改良くなってくるよね。はい。パチってなる。すっごいなります。なりそう。なんか電子パソコンとかの私が触るとすぐ壊れちゃうんですよ。調子悪くなっちゃうんですよね。うた、うちのスタッフもそれいた。壊れるの。いや、そうなんですよ。壊れちゃった。壊れて直したのも、また壊れてみたいな。それ触ったから。かもしれない。なんか、電磁波だね。なんかもう出てるのかもしれない。出てるのかもしれない。そう。もう終わりますかね。で、表面の方にちょっとですね、生え変わりの毛がありまして、そこを取んないとやっぱりこうどうやっても引っかかっちゃうんで、そこをちょっとやっていきたいです。彼女の場合が静電気なので、16メチルエコ酸酸のこのアコニコンスプレーをダイバルタにかけます。シューッと。いいですか？ダイバルタにシュッてかけます。これでやっていくとちょっと収まっていくんで、ダイバルに18メチルエコ酸酸のこれをちょっとつけていきます。そうしないとパサーってなっちゃうので、あとこういう場合はコームにもつけて、直接紙につけるんじゃなくてコームとかにもつけちゃった方がいいです。でやっていった方が早いです。とにかくこの表面のところがもうどうもなんない状態なので、大人の毛になるまではちょっとこのずっとこの状態なので、ちょっと切った方がいいですね。で結構ダイバルタンでこう縦に引き出して、こうちょっと弱めにシーザーを開閉していくと、この子供の毛が溜まってるアホ毛というか、まあ、このパサついた毛が溜まってる位置がちょっと分かるんですよね。カットをハサミに毛が挟まる時の力こう入れちゃうとちょっと分かんないんですけど、優しくこう切ってると、あ、この辺溜まってるなっていう位置が分かるんで、そこを集中的にやっていくといいです。それをちょっと探していく感じですね。でそれがなくなったらまあ終わりかなっていう感じにしてます、僕は。これで、サラサラに綺麗になりましたよ。で前髪のところちょっともう一瞬、これもう終わる、ここだけ終わり。なんかいい匂いしますね。あ、シャンプーの匂いですね。はい。農地のシャンプーの匂いですね。すごい爽やかな匂い。あ、ありがとうございます。サラサラになったと思います。なりましたか？すごい手触りがいいですか？よかった。ありがとうございます。はい、結構細い髪の毛されてるんで静電気とか起きやすいですし、なんかちょっとダメージ与えちゃうとビビっちゃいそうな毛でもあるので結構怖いなと思いながらやってみたんですが、どうでしたか？はい、はい、で前髪が、あ、そうそう、今回はポイントは前髪ですね。前髪の方を逆でもまあ一応できるようになったんですけど、矯正の時の前髪のやり方、あれは結構使えるんでぜひ皆さんやってみてください。ということで、ハイヤマガシのチャンネル、1000動画ぐらいあるんで皆さん遡って見ていただくと何か発見できることがあると思います。コメントとかいただけるとやる気が出ます。じゃあ皆さんありがとうございました。バイバイ。